東岡町橋は、新潟県東岡町市の信濃川に架かる国道253号の橋町476.3メートルの道路橋梁を、東端からの東岡町橋東下、町市に架かる信濃川の橋梁としては、最も古く、1922年に仮設されてから、たびたびの改修を経て、現在に至っている。十岡町小唄に歌われる橋である。元橋の仮橋以前、 十日町と川西千住を結ぶ孫左衛門渡しが室町時代からあったとされ、1486年同郷が北陸を旅した際に孫左衛門渡しの下流にある十日町中城と川西上野を結ぶ清俊渡しを通過した際に記載がある。中尾沼郡の信濃川では1897年に県境に近い足滝の渡し付近に木釣り橋の宮野原橋が 1908年に、軍西北の岩沢渡しに、鋼釣り橋の岩沢橋が架橋された。しかし、1911年に、飯山鉄道が開通し、軍内に、県道六本が整備されたにもかかわらず、軍の南北端に二橋あるのみで、南北およそ40キロメートルにわたり架橋されて、いなかった。このため、軍内各地で、架橋運動が起こり、このうち十日町橋では、 岡田龍松を中心に佳境運動が起こり、1919年に帰制同盟会が発足した。このため、建残し渡しと孫左衛門渡しほぼ中間地点を佳境地点として、1922年8月に着工した。工事は地盤が悪く、たびたびの洪水にも悩まされ、 翌年の関東大震災の影響で工材の到着が4ヶ月遅れるなど難航したが、1924年10月5日に、新潟県道10日町、直越津線として、中央部に鋼釣橋、側端部に木桁橋の10日町橋が完成した。釣橋部は、三景館からなり、高作、高等で高プラットトラスによる、ほ強よし下駄を有し、旧家であった。 士官割は、市景官378.75フィート、川景観118フィートであり、有効福音は15フィートであった。また、目標部は1344フィートであった。佳境に際し、当時の先端技術を動員し、完成当時は、喧嘩有数の名橋と謳われたが、雪解けの度に水路が変わり、完成翌年にすでに吊り橋部に返上を来たした。 たびたびの洪水の影響を受け、1935年9月に、洪水時には、木橋部を通るバスが流され、車掌と小学校教諭の二名行方不明となるなど、洪水時に木橋部が流出を繰り返し、多い時には、復旧2年40から50日を要し、その都度まござえもん私に頼らざるを得なかった。元橋は、中尾と刈久を結ぶ要所であるため、 毎年のように起こる流出は大きな社会問題となり、1947年に10日、町橋掛会規制会が結成され、中山隆二をはじめ運動した。中山は1925年の完成以後の10日町共派損死を編算し、検討局に提出したことで、西岸が順調に進み、1951年5月、鋼釣り橋部につなげ、10日町橋側に、 コンクリート桁橋部が完成し、十日町橋は永久橋となった。この際、中山は河橋に合わせ、河川改修も行うよう尽力し、川幅が100メートル以上短縮された。さらに、1966年夏から十日町橋の拡幅工事を開始し、1967年3月に鋼釣り橋部を架け替え、拡幅が完了した。1980年には、 感知レバーの釣り下駄をプレテンション PC 下駄に置き換えた。2019年7月5日より劣化を理由として車両総重量20トンの規制が行われているが、規制解除を目的に2021年5月に夜間通行止め、中大型車終日通行止めによる補修工事を実施中である。ありがとうございます。